2月22日土曜日、今日友人夫婦の家に招待されたので手土産を持って遊びに行った。友人の奥さんは気配りもできてとても話しやすく、友人にはもったいないくらいの人だった。でもさっきから奥さんの加工が何かに似ていて、思い出したくても思い出せないモヤモヤ感がずっと拭えずにいた。赤と白のストライプ柄のセーター、あ、わかった、梅津和夫だ。一人で作詞ながらニヤニヤしてると和夫が出てくる。和夫、一瞬で和夫って言うな。どうしたんですか、私の顔に何かついてます？いや、何でもないです、可愛いセーターだなぁと思ってなどと適当にごまかしてると和夫が、私赤と白がラッキーカラーなんですよという比較的どうでもいい情報を伝えてきた。僕は、そうなんですか、じゃあ今度お土産持ってくるときはラッキーカラーを意識しておきますと社交辞令には100点満点の回答で聞き返した。ジカちゃん、今度の友人家に持っていくお土産は天下にしようと思ってるんだけど、奥さん気に入ってくれるかな。気に入ってくれるよね、ラッキーカラーだし。いや、悪くないと思いますよ。なんか、シャレとしても。友達でしょ？友達だったら、いいと思う。僕は毎年誕生日に、剣道小林から天下をもらうんです。あいつすごいよ。桜が咲く頃あるじゃないですか。だね。東京だと目黒川のね、周辺とかって桜が、わーっとこうね、咲いて、夜中になると人もまあ、比較的少ない時期なんかもあったりとかして、そこのとこに、デートに行ったんですよ、っていう。おぉ、あ、そんなやつできたんや、って言ったら、天下とね、天下持って行ったんですよ、って言ったら、あ、そうなんだ。うん、ああ、なんか根のね、深い病気なんだな、ってのはすごい感じましたもんね。